あ、ごめんなさい。また途中で切れて、最近あの、すぐいっぱいになっちゃって、ごめんなさい。あの、切れたらちょっと察してください。後半です、えー。後半、ちょっとどこまで説明したかなはちみつ梅干しが来たから、そう、あの、そう、あ、そうですね。あの、あれを虫に煮をダメにしちゃって。 あのそれをね、ちょっとだけ食べておかしかったから、この梅干しで殺菌するってとこまででしたね。で、それで、あとこちら、長芋豆腐です。山芋豆腐か。これも、第一宅配の私の好きな山芋豆腐です。オイシックスでも山芋豆腐あるかもだけど、私はこっちの第一宅配の山芋豆腐の方が好きかな。うん、好きかなと思います。で、こちらに、あ、わさび。 あっったらもっといいね。後でわさびやろう。ちょっともう盛り付けが本当にどうにかならなかったのかなって感じもあるんですけどももう柔らかいのでこれどうしようもないんですねスプーンで大きなスプーンですくって適当にあのちょっともうスプーンで切ってあの半分ぐらいかなあとこれの倍ぐらいあるんですけども半々ずつかなっていう感じでね私が半分いただきますこれにわさびを。 つけて食べようかなタレはねなんかちゃんと添付のタレがあるのでなんか合うタレがあるんですねなのでそれをかけていますね山芋豆腐美味しそうすごいこれが食べたくってねでもこれだけだとちょっとタンパク質が足りないかなと思っての卵焼きですねでねあ来たこれねあの虫煮をダメにしちゃって本当に悔しかったからもう野菜お味噌汁で取ろうと思ってお味噌汁作りましたでまたさつまいも入れました ねあの同じね無農薬のさつまいも入れてあとやっぱりキャベツ入れてあとねこれブラウンえのきですなんかブラウンのえのきこれはあのなんかね母がねえのき好きなんですねまあ普通に白いのが好きかもしれないんだけどでもなんかね大自宅配で白いのが逆になんか売ってなくって私があの見た時なくってこのブラウンのしかなかったので。 あのブラウンえのきですねでも美味しそうですなんかすっごいしっかりしたなんか普通のえのきと違う感じでなんかすっごいしっかりした感じのえのきでしたなのでさらにねあのちょっと短めに切りました王子がなんかねストレスであの喉の疲れが何年か前からあってはすね仕事のストレスだと思うんだけどなので結構こうやってあんまりこう大きいのとかだとあれだからちょっと細かく 切ったりとかしてるんんですねなんかこう飲み込みづらい時とかがあって多分私はしておく仕事のストレスだと思ってるんですけどもねなのでそれがなくなったら良くなるかなと思ってるんだけどあのちょっと今の部署がすごい大変なんですねなので違うところになってあのなったら治るんじゃないかなと思ってるんだけどねうんちょっとねいろいろ心配だけど。 まあとりあえず、多分ね、来年度あの、部署が変われるんじゃないかなって思ってるから、うーん、あと4ヶ月、あとちょっと、うーん、頑張って乗り越えてほしいなって思ってね、ほんとなんか、ちょっとね、大変そうなんですね、お仕事が。うんで、これが、えー、タニタの金目舞です。 えー、こちらも、あのー、楽天からねまだ届かないから秋田小町がなので、えー、こちら金目米,米ご飯いただきたいと思いますなのでこんな感じでねキャベツで消化にいいし、ね、えのきでなんかねえのきはあの脂肪を分解してくれるんだったかな,なんかね体脂肪をあの少なくしてくれるみたいな効果があるみたいでそれもあって結構母も食べてたのかなでし で、まあ、さつまいももねあの甘いものを食べれるし成長作用あるしねそんな感じかなでまあちょっとお魚本当は食べたかったけどお魚がまだね解凍になってるのがなかったので冷蔵庫に移しておけばよかったんだけどねないのでまあ今日はタンパク質をこの山芋豆腐と平貝卵のおいしそうな卵焼きと。 で取って、まあ、あとねこういう腸活っていうのかなあのこのたくあんだったりとかえっ、ー、とこの梅干しとかを食べてねもうこんな感じの本当に私のお食事はあの渋くて映えは一切ほとんど無視ですでもちょっとねさすがの私も映えを気にしてあのちょっとちゃんと切ってみました卵焼きもうなんか普通にね ポンってなんか半分にもう切ってねヘラとかお箸とかで切ってそれでも全然良かったんですけど一応ね美食女ご飯的に今日はねあのちょっとあのちゃんとねあのまな板に乗せてあのカッティングボードねフェイラーの載せて切りました私ねでも生で食べるものっていうのかなあの直接口に入れるものはなんかねほあのクッキングペーパーをクッキングシートか をままな板の上に乗せてて切ってますこのたくあんだったりとか卵焼きだったりフルーツだったり生で食べるそのまま口に運ぶものはなんかやっぱりまな板ってなんかジャッキだらけとか聞いて怖いからなんかそうやってやってるんですね。で火を通すもの調理する前の,あのこういったキャベツとかさつまいもは普通に切ってるんだけどね。今日はねフェーラーのまな板を 私初めて実は使いました。あのおうちキッチンのためにね買ったのであんまり汚したくないなっていうのがあってあのでもなんか今日使ってみたくなってね使ったらやっぱり気分が良かったですね。小さめなんだけどだかそれがまたあのちょうどいい時もあって。 あとあの軽いしねあのいいですねでやっぱ気分が上がってねいいなって思ったのであのちょっと汚れない程度にね時々 <laughs> 使わせてもらおうかなっていう風に思いますね一緒にお揃いで買ってくれたねブロトモさん本当にありがとうございます嬉しかった <laughs> ねなので最初に教えてくださった方とねあのその美食女様とねあの今のところ 3人お揃いでフェイラーのカッティングボードを持っています。ちょっと他にも買っ ね、いるかもしれないけど <laughs> 私が知ってるところではそんな感じですそれでは今日も明るく楽しく麗しく美しく女で参りましょう皆さんいつも温かいお声本当にありがとうございますあとねまだねもうちょっとライブが結構あの他にもいろいろ歌ったのでねあのちょっとちょっとずつまたアップしようと思うからアップしたらまた見てくださいそれではまたチューリップリンセスでしたハバナイスです